千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF レンタルクリニックのドクターの林です。今回は口腔がんの抗がん剤による治療とはについてお答えいたします。抗がん剤による治療になってはくるんですけども、これは全身に転移した方、そういう方で主に使われてくる方法となります。口腔がん、これも元となって病気が、がんが転移してくることもありますので、そこのところに抗がん剤、これを使って元のところを治療していくという方法にもなっていきます。結構抗がん剤という言葉は皆さん聞いたことはあるとは思うんですけども、どうしても副作用が出たり、そういったところもあります。ですので、わからないことがあればどんどん質問してください。